い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。アンダーテイル続きをやっていきたいと思います。ちょっとここどこだっけ一個ずつ見てこう。パピルスの書き置き、食べろと罠だと、あ、そうだ、こんなんやってたね。パピルス様、骨のやつだっけ、骨の弟の方だよね。で、凍ったスパゲッティで取れないと、コンセントの抜けた電子レンジと、とにかくここはもうこれでいいのかな。さらに犬同士の結婚に注意。結婚って何何の結婚、血のこと、これ何、うん、なんだ、あ、そうか、敵か。げ、強そう、レッサードッグ。おら、結局、え、なんだこいつ、いきなり、おお、飛び跳ねてきた。ん、後ろ足の間に尻尾をしまっている。分析、なで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 しよう。興奮した、ワン。おお、何これ、何これ、いっていっていって、いやいやいや、無理でしょ、これ何これ。ちょっと待って、見逃せんの、逃がす、ユーウィーン。でここは特に何もないね。この石は何でもない。まあ、とりあえず下に行きますか。これは、おーおーおー、とりあえず全部ばらまく。これをどうにかすんだな、きっと。さっきの右上のところで×いけないね。じゃあちょっとまた右上に行って、要はこれをどうするんだ。雪の中にスイッチがかけれている。勝ち、スイッチは動かなくなった。一応ね、丸ボタンを押したんですよね、あの上で。で、この罠みたいなのは無事通過して、またなんか斧持ってるしさ、こんなん真っ二つだろ。なんか匂うす、匂いの元はどこさ、匂いの元に潰す、正体を表しな。あ、こいつは見えないの。とりあえず匂いで探してる感じか。匂いの元はここっす。マークしたくならすっげーしょんべんかけられんじゃねえ。マークしてやるさ。お、犬カップルなんかちょっと行かれてんな。犬っす、犬っさ。とりあえずこいつから倒そう。なんか両方当たってる気がするんだけど。これは、おー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 おおおお、難しい。斧を振り回してお互いを守っている犬っすから倒すか。3発で倒せるか。痛いほい、こう直線的に行こう、直線的に。こちらの匂いを嗅いでいる。さあらばだ、ぶっ殺してやるさやばい、これは、ちょっと待って、いや無理でしょ。期待2回食らうな。こんなんどうやってかわすの。デスロード、こっちもデスロード。62、苦しみを味わいなみたいな。この瞬間に行く、いいね、通過する。おおヒットポイントがだいぶ減らされたな。60の経験値と50ゴールド、ラブが上がった。これお金って何に使うの。今んとこあんま使うのないよね。ヒットポイントが減ってるね。これ食べる。お、めっちゃ回復した。使ってよかったのだろうか。これ何、ちょっと待って、縦札を読もう。すべての X を×丸に変えた後スイッチを押すこと。え、どういうこと、これだけでいいの。あ、質がいるねあ、見つかった。何、俺様の罠をどうやって回避した。しかしそれより、俺が食べる分は残ってんのか。スパゲッティについて何と答える。残した。本当に、うわー、俺様のお手製パスタ残したの。俺様の分をわざわざ残しておいてくれたの。心配には及ばん、マスターシェフパピルス様がまたいくらでもパスタを茹でてくれるわ。ははは、え、別に押してはないんだけどさ、これまだ別にこれは大したことなかったね。で、こいつがまたここにいるけど無視してみようか。来た来た来た。人間、実は貴様がなかなか来ないからこのパズルを改良しておいた。雪の塊を動かして俺様の顔みたいにしてやった。
しかも雪は凍って固まってしまった。だから当然答えも変わったということ。その上怠け者の兄ちゃんもここにはいない。要するに何が言いたいかっていうと全く心配には及ばん。パピラス様がこの謎を解いてやる。一緒に先へ進もう。自力で解いてみてもいいぞ。お口にチャックしてる。あー、これはちょっと確かに難題そうですね。まあ適当にいく。あ、これダメだ。三角とかになるの？あれ、ちょっと待って、三角になったらもう変えらんないんだけど。一回これ押そうかな。あ、そうだね。ちょっと待ってね。そうすると、ここの真ん中のところがね、ちょっと要注意なんだよね。これでいくか。うん、待て。あ、大丈夫か。はい、OK。やった、解けた。俺様の助けを借りずに。素晴らしい、見事。俺様みたいにパズルが大好きだな。いや、大嫌いだよ。マジか、もうパズル系はね、ほんと苦手。あ、兄ちゃんがいるじゃん。あっという間に解いたな、お見事だぜ。オイラが助けるまでもなかったな。助かったぜ。オイラ基本的に何もしたくないから。いや、いい心構えだと思うよ。こいつはすぐワープすんな。さっきの人間、このパズルを気に入るはずだ。何しろかの有名なアルフィー博士が集めした。この灰色のタイルはスイッチを入れると色が変わる。タイルは色によって違った効果を発揮する。赤いタイルは通行禁止、通れません。黄色いタイルは電撃ショック、踏むと感電する。感電ってどれくらい感電するの。緑のタイルは警報装置、うっかり踏むとモンスターと戦闘。オレンジのタイルはオレンジの香り、踏むと体が美味しそうな匂いになる。青いタイルは水のタイル、泳いで通っても構わん。ただし体がオレンジの匂いになっているとピラニアによって噛みつかれる。青いタイルが黄色いタイルの隣だと青いタイルを踏んだ時も感電する。紫のタイルは超いっぱいあるんだけど、どんだけタイルあんのこれ。もうわからん。踏むと隣のタイルに強制的に移動してしまう。ツルツルの元になる石鹸はレモンの香り、ピラニアはこのレモンの香りが大嫌い。なんかちょっと三すくみ的な感じになってきたな。つまり紫と青の組み合わせはセーフ。最後にピンクのタイル、ピンクは踏んでも何も起こらない。好きなだけ踏むといい。わからん、わからんけど、ちょっともう2回聞く気にはなれない。大事なこと、完全にランダムに、生成されている。このスイッチを押すと誰も見たことないパズルが誕生する。だから答えは俺様にもわからん。はあ、え、何これ、これで進んでいく。あ、違う違う、今生成してんのか。動けないね。ランダムで生成してるんだね。目がチカチカする。なんだこれ。もしやそういうオチ。あれだけ説明しておいて特に何にもありません的なスパゲッティ、上出来だった。だいぶうまくなった。食べられるもんで来年かかるの。作動はしていない。あ、変な、これはなんだ、猫、ちょっと猫っぽいね。犬だし。雪を見つめている。彫刻が出来上がるのを待っている。だ、彫刻何もしてないじゃん。だって彫刻なんて勝手に出来上がんないよ。犬に注目、なでなでしてくだち。一応セブしとこう先に。あの犬は完璧な雪犬が完成するまで決して諦めないだろう。そう思ったら決意がみなぎった。犬小屋、なんか色が変わったね。中を覗くと床に犬印レーズンの箱が見えた。これは特に取れない。こいつは、あの犬、芸術家のつもりらしいけどアイディアが浮かばないみたい。脳みそが豆粒くらいしかないんだから無理だよねと。特に意味ないのかな。先へ行けそうだから先へ行きますか。あ、またこれは、これでも滑るかな。あ、滑る、めっちゃ滑るわ。うお、落ちたー。なにこれ、サンズパピルスの雪像だ。ぶっ壊してんだ。ぶっ壊せないんだ。雪の塊、赤いマーカーでサンズと書いてある。え。もう意味不明すぎる。これはでも、これはちょっと難しい。このままいったら多分右に落ちるよね。あ、そういうことじゃない。ここで一回止まんのか。なるほど。とりあえず外壁から攻めてるけど。最終的にでも、あー、間違えた。操作ミスった。これはあれだな。スティックでやるより、十字キーで動かした方が良さそうだね。てかさ、
これでいいの？すっげえ適当にやってんだけど。本当はなんか考えながらやった方がいいんだろうね。こっからが問題だな。最後にスイッチを押したいから最後に真ん中にたどり着きたいよね。いや、これだとちょっとダメだな。あ、大丈夫か？ちょっと待って、もう一回。OK。で、おお、道がつながった。この仕掛けを作った人もすっげえな。人じゃないけどさ。勝手に滑ってんだけど。これどっちだ？右か下か。ここには何がある？ワン。よくわからん。犬出てくんのか？なんてちっぽけな犬小屋。もう小さい犬が入っているのか。右に行けますね。ちょっと下も気になるんだよね。どっちが進行ルートかよくわからないんだけど。あれ、あいつがいる。よう。だけ？あ、なんかいる。これ何？あれ？またこいつここにいるの？ひょっとしてオイラのことつけてるか？うっ、あ、敵か。ギフトロット。今度逆か。あ、そうだ。通過したらこれ完全にミスなんだね。いって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 、おーら、あ、いたたたたたた、自分から向かっていってしまった。強い。あ、逃がす。え、逃がせない。いた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 。若者を信用していない。もうやめてくれ。まあかわいそうではあるがしょうがない。モンスターなんだから。これで終わりだ。このダメージゾーンがいまだに分かんないんだよね。どこが一番ダメージ取るのか。あ、これ洞窟に入っちゃうね。ちょっとさっきの右に行きますか。やっぱりヒットポイント的には結構減ったな。1回の戦闘でちょっとかなり瀕死になるぞ。回避をしくじると、まあ戦闘のね、なんていうの、エンカウント率はそんなには高くないか。尻尾がある。犬が出てきた。ちょっとかわいいね。そんなことなかった。完全にはめられたわ。クレータードッグ。ごついな。ほら、3発か。これ待て、うぎゅー、やばいやばいやばい。熱心になんかしてんね。ちょっと丸を押すと会話が途切れちゃうんだよね。うお、槍が来る。これ何？これは呼吸が遅くなった。アイテムで回復しとく。ナイスクリーム、スパイダードーナツ。ヒットミート12、微妙。痛い、結局。めちゃ、あ、間違えた、スパイダーさんだ。まあいいや。これが分かんない。これ出てかすの。これで終わり。さらばだ。80と60で右に行きましょう。どっちだよ、マジでどっちだよこれ。すげえ、これよく渡ってられんな。超怖いよね。いいか人間、最後のゲームだ。こいつはこれまでで一番危険。恐怖の死刑執行マシーン。いや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 、普通に死ね。死ぬねこれ。俺がやれと一言合図をすればたちまち動き出す。大砲が発射され槍が突き刺し、ナイフが切り刻む。全ての凶器が容赦なく攻撃を始める。この仕掛けを生きて突破することはまず不可能。覚悟はいいか？いいなら行くぞ。良いな。やっちゃうからなと。何を？動かないぜ。故障かな。失敬な。今合図するところだ。あの犬とかさ、一番右上のなんかすっげえかわいそうなんだけど。全然動いてるように見えないぜ。このゲームはあっという間に決着がつきすぎる。結構ビビりだねこいつは。誇り高きスケルトン。パズルは全部フェアプレイ。例の罠もじっくり煮込んで美味しく仕上げた。だがこの装置は安直すぎる。品がない。やめやめ。これどっか出てきたんだよしかも。なんだ、何を見ている。またしても偉大なパピルス様の大勝利。はははみたいな。ちょっと待って、左は左で気になるからもう一回戻ろう。行ったり来たりしてるね今。なんかいなかった。バグ的なあれかな。さてここを
下に行ってちょっと洞窟みたいなところに行きますか。この目ん玉みたいな何なの？この洞窟の中にいるのかな？ちょっと怖いね。これはなんか別に、え？あ、行けないのか、扉だ。あ、え、これ何これ？あれ、なんか消せる？いや、開かないか。これはなんかヒントがないと無理かな。多分これがスイッチなんだろうな。スイッチなんだろうけど、これもなんかあるね。この変な、これ何？よくわかんないけど。ちょっとお預けか。行ったり来たりしてるけど、右の方の先へ進んでいきましょう。なんかいまいちね、こう目的がはっきりしないんだよね。まあ、人間界に戻るっていうことで、とりあえず進んでる感じでいいのかな。おお、敵だ。橋の上で敵。何これ。こんなん無理でしょう。真ん中のやつってなんか見逃せるんだっけ。ちょ待って、逃がす。一人逃げた。これすっげえんだけど。宿題のプリントをめしゃめしゃ食べている。ああ、真ん中は逃げてったね。これ一発。ああ、右の、あ、いって、これ端にいるの危険だな。いきなり出てくるからな、攻撃が。ほら、宿題だ、んなのやらねえって。俺もやってなかったな。いって、夏休みの宿題とか基本終わってないからね。2学期が始まって最初の3日間は居残りで夏休みの宿題をやってたっていう、そんな感じだったからな。ウェルカムトゥスノーフルショップ。一応セーブポイントがある。セーブしよう。明るい雰囲気の街を目の当たりにして決意がみなぎった。異次元ボックス。ああ、そうかそうかそうか。ナイスクリームは持っておこう。ショップ、ここでようやく買えるのか。何かお探しかい。買う。丈夫な手袋、ぶん殴れって。勇ましいバンダナ、腹筋がすごい。え、なんでバンダナなのにアーマーなの。バビコ、回復。あ、 11×2、 2度おいしい。シナモンキーオリジナルレシピ。結構回復するね。50円とか高くねえか。これって今より強い。待って、買えるもん買っとこう。1個ずつ買っとこう。わりかし金はある。話す。挨拶する。スノーフルへようこそ。この町によそから人が来るなんて久しぶりだね。あんたどこから来たの。都かい。観光客って雰囲気じゃないけど、釣りはいないのかい。おすすめスポット。この町のおすすめスポットかい。お腹が空いてんならグリルビーズ。調べ物なら図書館。くたびれてんなら宿で休むといい。この店のすぐ隣、私の姉さんがやってんだ。退屈なら表に出て骸骨コンビの漫才でも見物するんだね。あの二人多分兄弟だと思うけど、ある日突然現れて偉そうにし始めてさ。まあおかげで暇つぶしには困らなくなったけどね。とこの町の歴史。歴史の授業でならなかったかい。知らんわな。昔々モンスターたちは森の遺跡に住んでいましたってさ。で、まあいろいろあってみんなで遺跡を出てさ、洞窟の出口の方を目指したのさ。その途中で獣系の連中はこの辺りの気候が気に入った。そのまま住み着いた。遺跡に行ってみようなんて無駄だよ。扉はずっと昔に閉じたきり。お化けになるか地面に穴でも掘らない限り中には入れない。ああそうなんだ、逆から来てるからね。地下での生活、これといって特に変わったことはない。狭く苦しいのは確かと。みんな心の奥で信じてる。いつかきっと自由になれる日が来ると。そうやって希望を持ってる限りしんどくたって耐えていけるモンスターと。なんかモンスターだけどちょっとあれだな、なんか俺悪いことしてる気になってきたな。人生ってそういうもんだろと。戻る。出ましょう。なんか俺が悪者みたいだな、モンスター倒して。いらっしゃいませ。高級ホテル、スノーホテル。80円、結構高っ。高級ホテルだからね。気が変わったらまたいつでも来てねと。まあ44ヒットポイント大丈夫だね。これは特にない。こいつ何。眠るとね、最大ヒットポイントより多く回復するんだって。マジで。ちょっとやってみようか。80円は高いけどな。最大ヒットポイント分回復するのかな。こいつどうやって寝てんだよ。うつ伏せとかすっげえ寝づらくないの。とりあえず今は動けないですね。
その人はぐっすり眠れたようですね。あんなんで、だって2分と経たないうちに降りていらっしゃった。料金はお返しします。そうなの？え、あ、最大ヒットポイントより多く回復する。え、どういうこと？最大ヒットポイントを越すことはないのか。でもここの雪みたいなやつ、町の端っこまで歩くのが面倒な方へトンネルをお試しください。最短距離で移動できます。まあマジで。おー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 おお。でもさ、すっげえいろいろあるんだけど。もう一回入ろう。これはなんだ、ウサギか。あそこに立ってる女の人、今日はやけに嬉しそうだ。見てるとなぜか背筋が寒くなってくる。女とか男とか、いやまあわかるっちゃわかるか。ああ、今日はとっても静かで平和。私のシナモンちゃんを追い回す犬が一匹もいない。こいつは？ほんと微笑ましい。あの犬の夫婦のことさ、いつもお互いへのプレゼントをこの木の下に置くんだけど、それが決まって骨一本。なのに毎回2匹とも初めてもらったみたいに大喜び。そこへパピルスが現れて、俺の骨を勝手に取るなっていうのがお決まりのパターン。でも今日はあの2人の姿が見えないな。すまん。殺してしまった。丁寧に飾り付けられた。なんだっけ、ツリー的なやつ、プレゼントの中にはサンタから街の住人に当てたものもある。いや、殺してしまったよ。これ本当に殺してんの？こいつだって子供でしょ多分。オス、お前さ、俺と同じで子供だろ。あ、言ってるよね、子供って。横島のシャツ着てっからすぐ分かったぜ。横島のシャツ着てると子供なんだ。この街には町長がいない。何か問題が起きればスケルトンのやつが魚の女の人に伝えるんだ。政治っていうのはそういうもんさ。どういう政治してんだろうな。これなんて書いてある？バーみたいなの。うお、こいつ噛まれたら一発で終わるな。そうそう、人間の食べ物ってモンスターとは違う。聞いた話だと腐るとかいうのをするらしいぜ。あー、腐らないのモンスターって。しかも食べると体の中を上から下まで移動する。あー、そういうことね。気色悪いな。いつか食ってみたいよ。この店ほんとしけてるわ。何をみんなして暗い顔して、こんな店最低よ。じゃあ出てけばいいじゃん。都は人が増えすぎたんでみんなこの町に移住してくる。まあいいんじゃねえの、それくらいのスペースはあんだろうと。ジュークボックスは壊れている。こいつ炎マンだ。てんてんてん。グリルビーがね、この店では水はお出ししません。水は身を滅ぼす。は、今日女の子を釣りに行った。女なんてちょいと、釣り糸を垂らせばすぐに引っかかるって聞いたからさ。川に女の子がいるか疑問だけど。あれ、これ左のやつが喋ってんね。連れてこと愛を育むつもり。それがたとえ魚でもね。そこにいる犬たちはロイヤルガードの。あれ、みんなどこ行った。なんか嫌な予感がする。一人ポーカーをしている。負けているという。なぜ一人ポーカーで勝ちとか負けとかあんの。特にこれは調べられないですね。外へ行きましょう。これはなんだか何もかも悪い方向へ進んでる気がするよ。ちょっと俺が原因かな。地底の世界にはいろいろと問題もあるけど、それでもみんな笑って暮らしている。なんでって、どうせ何もできないんだから文句言っても仕方ないだろ。いや、やばい。なんか聞けば聞くほど俺が悪者に思えてきたな。すげえ悪いことしてる気がするんだけど。ここは図書館だよ。ああ、分かってる。表の看板は字が間違え、何、なんか違ってた。図書館か。目玉くんがいる。その目つき、君はクロスワードパズルに手こずるタイプだね。もう何でも手こずるよパズルは。自分を作る仕事はとても気に、あ、新聞か。新聞を作る仕事はとても気に入ってるわ。ここではニュースなんてほとんどないから載せるものは漫画やパズルばかり。ごほごほ。子供の頃学校で自習の時間によく文字探しをやらされた。はっきり言って時間の無駄だと思ってた。なのにおかしなものね。今じゃ私地底で一番の文字探し作者なんですもの。これ本とか読めんのかな。学生が書いたレポート、モンスターの弔いの儀式についてまとめてある。モンスターの葬式は専門的観点から見てもめちゃかっこいい。モンスターは年を取ってぽっくりいくと体がチリになる。あ、そうなんだ。葬式ではそのチリを個人が生前大事にしてた何かの上に巻く。こうすることで個人の心がその何かに宿るのである。指定の枚数になったかな。これ以上書きたくないんだけど。そんなんでいいのかよ。モンスターの体は魔力で構成されている。人間の主成分は水である。あ、まあ確かに水ですね。肉体を持つ人間は我々モンスターよりはるかに強力だ。え、そうなの。しかし彼らは魔法で気持ちを表現する喜びを知らない。玉を並べてお誕生日のお祝いメッセージを綴ることすらないのである。ちょっとよくわかんない。私は今こうして本を書いている。たった今部屋に誰かが入ってきて本を手に取った。そして読み始めた。おっと失礼。
その方はまだ書きかけだってこいつが喋ってたね。モンスターの歴史第4巻。人間の脅威から解放された我々はホームの町を後にした。寒さの厳しい沼地を抜け、焼けつくような灼熱のエリアを進み、ようやく現在の都がある場所にたどり着いた。そこはニューホームと名付けられた。やはり我らが王のネーミングセンスはいまいちのようだ。これどっちを読んだ？第4巻。あ、変わらん。ちょっとこっちか。魔力で構成されているモンスターの体は魂と連動する。このため戦いを望まぬモンスターは防御力が低下する。さらに敵が残忍であるほど受けるダメージは大きくなる。いやなんか心が痛い。本当に従って強力な魂の持ち主から殺意を込めて攻撃されると。気が滅入る話はこのくらいにして、ケーキのレシピでも記しておこう。でもモンスターって死んでんの？ちょっとよくわかんないね。魂がどうたらこうたらって言ってるけど、愛、希望、思いやり、モンスターの魂はこれらのものでできているとされる。しかしそもそも魂とはどういうものなのかよくわかっていないのが現状だ。何しろ人間の魂はそれらのものがなくても存在できるのだ。はあ、みんな魂はあるんだね、モンスターは。これ何？開封されていないダイレクトメール。この郵便にはパピルスと書いてある。中を見る。はい。空っぽだ。これパピルスの家？鍵がかかっている。で、これはワープゾーンでしょ？内側から鍵がかかっている。これは？で、ちょっと戻ったところに上に行ける道もありましたよね。ちょっとそちらの方へ行ってみましょう。これダッシュってできないんだっけ？あれ？あ、いたっけ？あ、いたね、こいつ。もうモンスターだからさ、どういうやつがいたとかあんま覚えてないんだよね。これ何？子供たちは家から出ないように言いつけた。今日は外にいると危険な気がする。ああなんと美しいノックの音。返事をしなければもう一度聞けるだろうか。もう一回やろう。ああ辛抱強く待った甲斐があった。もう一回やろう。どこまで変わるの？ああ変わらないか。お、なんか作ってる。これは下に投げてる。あ、違う、これはあれか、川かなんかかね。こいつずっとこうやってんの。この氷製造機みたいなのはなんだろうね。で、こことかなんか釣りとかできんのかね、なんかあれば。じゃあまた右の方へ行きましょう。もうちょっと早く歩きたいね、っていうか走りたいね。そういうのはないね。ホーンとかトリエルの電話ってかかんの？プルルルル。しかし誰も来なかった。悲しすぎる。いやー、あれ、お、なんだこれは。こいつ寒くないの？うお、なんも見えん。そこからこいつはスケルトンか。人間よ、複雑な感情について語ってもよいか。それは自分と同じようにパスタを愛する者を見つけた喜び、自分と同じようにパズルが得意な者への憧れ、イケてて頭もいいやつにイケてると思われたいという願い。これこそ、貴様が今抱いている感情だな。俺様にはそんな気持ちはさっぱりわからんが、何しろ俺様は偉大なるパピルス様だから、友達がたくさんいるやつの気持ちなんて普通に知ってるし、孤独な人間よ、貴様は哀れだ。だが案ずるな、俺様が貴様を一人ぼっちにはしない。この偉大なるパピルス様が貴様の。ダメだ、やはりこんなことは許されん。俺様は貴様の友達にはなれないのだ。貴様は人間、俺様が捕まえなければならん。貴様を捕まえれば俺様の念願の夢が叶う。強くて人気者で有名人、それこそがこのパピルス様、じきにロイヤルガードの一員となる男。おお、パピルスに行く手を塞がれた。これさ、周り見えないけどいいの？ほら、つえー青の攻撃。これはうわ痛いけどあんまり食らない。これはこんなん無理でしょ。もうちょっとこうやってやんなきゃいけないのか。結構攻撃長いね。あ、なんだ、重力。これがパピルス様の青の攻撃。青くなったパピルス。分析、駆逐、侮辱する。駆逐いてみる。戦うのに夢中で駆逐いてもリアクションがない。マジか。おお、これね、勝手にね、下に落っこってくるんだよね。ほい。骨攻撃を準備している。なんかあんのこれ、分析って？アタック20、ディフェンス20。にゃはは、口癖。
どこまで高くジャンプできるかな。あーなるほどね、これもタイミングを間違えなければ大丈夫。これ以上高くなるともう無理だよ。サンズの寒いギャグを思い出して顔をしかめた。侮辱してみる。あースペシャル攻撃、うわこれはなかなか高度だ。骨をガタガタ言わせている。とりあえず戦うか。人気者になる。もうすぐだと。いやこれこんなん無理でしょ。どうすりゃいいんだよ。すかした態度をとっている。赤、いやこれはだね、やっぱり攻撃力が満点。いやこれはむずいぞ。うおおおおお、真ん中がやっぱり一番攻撃力高いのかな。結構強い。このさ、いやこんな無理だって。うおまだあるか。痛い。骨攻撃の準備か。おーら53。これはあいたた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 た14。ちょっとまずいね。もう一回でも攻撃するか。ほい51。もうあいつら何言ってんだかよくわからんわ。やばいやばいやばい。アイテムを使おう。あれ装備したっけこれ。丈夫な手袋とかさ、とりあえずバビコ使おう。ヒットビートが11。ほい、うおっ、ようやくちょっとまだ半分いってないか。このちょびっとジャンプがなかなかにね手こずるんだよね。よしもう一回攻撃しよう。47。ほいほい、痛い。ほい、これ死んだらどうなんの。おお難しい。どうしようかな。シナモンキーを食おう。22。なるほど、シナモンキーは22で、バピコはその半分を2回食えるっていうやつね。ま、道具を圧迫しないっていうのがいいところかな。さて行きますか。ほら、貴様が捕まったら一生牢屋暮らし。そんなのや、てかこれマジなんなん。あ、どういうこと。おお、いってー、ちょっとまずいね。向こうのヒットポイントも減ってきたからかな。お城に連れて行かなきゃならない。痛い、もう無理。次の手を考えていると、さっさと降参しろと。おお、これはまたなかなかのね、この指テクニックが必要だね。あと2発くらいか。スペシャル攻撃、何これ。うおーい、それは俺様のスペシャル攻撃じゃないか。そこのアホ犬聞こえてるのか。その骨をかじるんじゃない。え、おお、びっくりした。こうなったらウルトラかっこいい普通の攻撃を準備している。あと一撃、普通の攻撃、まあ、確かにあったね、こんな。おっとこれね、おお、普通の攻撃が一番強いぞ。かわせない。いや来た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 。おい待って待って待って、これマジで攻撃って書いてある。え、ちょっと待って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 、これどうすりゃいいんだよ。無理でしょ。おお、回復する？まだ続く？だ、敵の攻撃長すぎだな。次は回復しよう、とりあえず。もう一回でも来られたら危険だな。
プルプル震えているじゃないか。偉大なパピルス様が情けをかけてやろう。人間よ、貴様を逃がしてやる。今なら見逃してやってもよい。はは、逃がしてくれるようだ。逃がす。おお、氷が晴れた。貴様のように貧弱なものすら倒すことができないとは。アンダインに呆れられてしまう。俺様はロイヤルガードになれない。友達の人数だって増えはしない。なんという？ん？友達になろう。ダサいやつめ。え、仲間とかになんのかなこれ。友達になってみる。超役に立たなそうだけど。本当に俺様とお友達になってくれるの？それなら特別に貴様を許してやってもいいだろう。てかなんかくれ。友達が欲しかったらダメダメなパズルをやらせてバトルをすればよかった。人間、貴様はいろんなことを教えてくれた。よってここを取ってよい。地上に出る方法を教えてくれる。やったぜ。このまま進んでいくと洞窟の終わりにつく。そこが都。そこにあるバリアを抜ければ外の世界に出られる。バリアを我々の地底の世界に封じ込めている魔法の封印。こちら側に入るのは大変だが、外へ出るとなると話は別。強い魂を持つ者でないとバリアを抜けることはできない。だが貴様ならできる。だから王様は人間を捕まえようとしている。人間の魂の力でバリアを壊す。そうすれば我々モンスターは地上に戻れる。それともう一つ大事なことを言い忘れていた。出口にたどり着くには王様のお城を抜けないといけない。全てのモンスターを滑る王。彼のことは誰もが大好き。王様はモフモフしてる。すごくいい人だよ。人なのだから。人ではないだろ。モンスターも普通にさ、いい人とかさ、人扱いするけどさ、まあこれはもうしょうがないよね。だって日本語で書いてあるんだから。だからきっと心配ないよ。ドリーマーさん、お家に帰らせてくださいってお願いすればバリアのところまで案内してくれる。そんなわけで話が長くなった。うちに帰って貴様の頼れる友達として待機しておく。あ、遊び行こっか。右に進めるけど、ちょっとこいつの家も気になる。あとアイテムとかもな、ちょっと補充したいけどね。これアイテム、丈夫な手袋、ユーズ。で、勇ましいパンナ、ユーズ。これでステータスを見ればいいのか。アタックは12プラス5ってこと？どういうこと？丈夫な手袋って攻撃力2じゃなかったっけ？俺様に会いに戻ってきたな。そうそうそう。どうやら本気らしいな。とっておきの場所へ連れてってくれる。よく行く場所だ。おお、早い早い。これくらいの速さで動きたいよ、俺も。あ、まあ、だからワープがあるのか。こいつ何なの？俺様の家。結局それかい。なんかすげえ右の上燃えてんだけど。それは兄ちゃんのペットロック？ああ。いつも餌をやり忘れるから、俺様がやるはめになる。お決まりのパターン。石にチョコスプレーがまぶしてある。あー、これすごい部屋なんだ。なんか来てるよ。兄ちゃんがいつも外食ばっかり。最近オーブンで何かを作っている。見た目はキャッシュみたい。甘くて香ばしい謎のフィリングが詰まってる。すごく変な料理。流しを高くしてみた。これなら下に骨をたくさん入れられる。覗いてみろ。犬ばっかだな。なにー、ずずしい犬め、捕まえろ。あれ、兄ちゃんだったの。俺様の日常に BGM つけるのやめてって。汚れた靴下、メモがたくさんついてる。兄ちゃん、靴下拾ってよ。ほーい。拾ってまた同じ場所に戻したら意味ないでしょ。ほーい。だから5センチ動かしてどうするの。自分の部屋に持ってって。ほーい。だから戻さなくていいから。ほーい。なんでまだここにあるの。だっておいらの部屋に戻さなくていいって。会話が結構長いね。クイズ番組、新番組開始までお待ちください。メテ放送みたいな。今日の放送はたまたま出来が良くなかった。俺様の趣味が悪いわけじゃないと。ソファーを触ってみた。ジャラジャラ音がする。ソファーのクッションの間に小銭がたくさんはまっている。20ゴロ手に入れた。泥棒じゃねえか。ジョークの本、中を見る。どうせろくなこと書いてないからな。まあ一応見る。ジョークの本の中に、量子物理学の本が入っている。さらに中を見た。量子物理学の本の中に別のジョークの本が入っている。さらに中を見た。別の量子物理学の本が入っている。これ以上見るのはやめた。
俺様の風光明媚なマイホームへようこそ。ゆっくりしてろ。これは？そこは俺様の部屋。家の中を一通り見よったなら部屋に入って、仲良しの友達らしくまったりするか。部屋に入る。まあまだいいわ。骨、名画だ。人生において何が大切か思い出させてくれると。鍵がかかっている兄ちゃん何やってんの？なんか漏れてんだけど。あれ？なんだ？これは？犬神社。お賽銭入れる？入れる、入れぬとか1ゴールド。すごく時間を無駄にしたような気がする。あ？すごく時間を無駄にしそうな気がする。賽銭総額。お、小銭でいっぱいになった。一度出てまた戻ってくればお賽銭が何かに使われているかもしれない。これでいいのかな。イルミネーションの購入に使われた。確かにここはちょっと暗かった。あ、上にイルミネーションが。なんか今度4円。これさ、毎回やらないといけないので、これがさバージョンアップしてなんかあんの。まあ、安いっちゃ安いけど。お、なんかある。団子少しかじったことある。犬の口には合わなかった。今のところお賽銭は完全に無駄遣いされている。あとはこの冷蔵庫みたいなの。グルメな俺様の、食料事情に興味があるんだな。美食家の俺様が日頃何を食べているかじっくり詮索してくれ。冷蔵庫の半分はスパゲティと書かれた入れ物で埋まっている。残り半分にはポテトチップスの空袋が一つ入っている。ゴミ箱は？それはゴミ箱だ。いつでもゴミ箱を訪ねてきてねよくわからん。部屋に入るか。よし、部屋に入りましょう。まったりしましょう。え、さらに奥がありそうなんだけど。貴様への攻撃に使った骨、今となってはいい思い出だな。まるで昨日のことのようだ。実際にはついさっきのことだけど。俺様はネットで有名人だ。あと12人でフォロワーがついに2桁に突入する。当然有名勢に悩まされることもある。嵐に煽られたりすることもある。ダサいフォントで寒いダジャレを送ってくるやつもいて困っている。パソコンのブラウザでは SNS のページが開かれている結構ハイテクだね。部屋を見終わったらそろそろまったりする。ちょっと待って、これ車？それは俺様のベッドだ。違う、そういうこと。ハイウェイをドライブしてみたい。髪を風になびかせ、肌に太陽の光を浴びて。でもそんなのは夢物語だから寝てる間にドライブする。うーん、これは？それはアクションフィギュア。戦術を考えるとき参考になる。なるほど。なんでこんなたくさん持ってるのか。それはもらったからだ。ぽっちゃりしてていつもニコニコしてて人を驚かすのが好きなやつ。そう、あいつだ。サンタさんだ。ドクロは？その旗いいでしょう。アンダインが海辺で見つけた。人間の世界から流れ着いたものかな。まあ確かに。どうして人間の旗に生かしたスケルトンが描かれているのか謎だ。俺様が思うにきっと人間はスケルトンの子孫に違いない。この本は？愛読書。こだわる人のパズル制作講座上級編。隣の本もお気に入り。ふわふわうさちゃんといないいないばあ。最後のページは、何度読んでもドッキリである。こっちは？押し入れにお化けはいない。時々俺様が入るだけ。これ押し入れか。中覗く？洋服がきちんと整理整頓されてかけられている。じゃあまったりするか。はい、よし。じゃあがっつり気合入れてまったりする。え？まったりスタート。ではまったりを始めるとしよう。実は俺様こういうの初めてで。でも安心して、俺様のモットーは用意周到。図書館でまったり公式ガイドブックを借りてきた。だから絶対楽しい時間になる。じゃあ早速読んでみよう。ステップ1、コントローラーの、三角を押すとまったり用メニューが開きます。押してみよう。え犯罪率とかなんかやだな。人口とか何これ。次のステップ、相手を誘いましょうって何。人間、この偉大なるパピルス様は貴様とまったりするぞまったりって何なの。本当にうひょーってことは次はステップ3だな。ステップ3、服装には気を使いましょう。服装には気を使う。貴様が頭に巻いているその番だな。まさに素敵な服装ではないか。それどころか貴様はずっと前からすでに素敵な服装をしていた。ということはまさか俺様と出会った瞬間からお友達になりたかったのか。いいえよりによって今日そんな素敵な服を着てきたのにか。では貴様との友情は
運命ということだな。なんと凄まじいお友達パワー、フレンドシップ。にゃはは、そう簡単にやられる俺様ではないわ。ピリピリゲージ、この偉大なるパピルス様が負けることなどあってはならん。すぐに鼻を明かしてやる。俺様だって素敵な服装ぐらいできる。何しろいつも普段着の下におしゃれを重ねている。いつ誘われてもいいように。とくとみよ。え、シークレットスタイル。いいね、ダサいね、ダサいね。なんだと、正直なコメント、俺様を思ってくれてる証拠。こういうやつはもう何言っても聞かないからね。だが貴様にこのシークレットパワーを、この服のシークレットパワーを理解していない。したがって貴様が今言ったことは無効だ。どうやらまったりするのはここまでのようだな。それとも貴様に俺様の秘密が暴けるかな。まあ無理だろう。え、なにこれ。これハゲみたいな帽子か。帽子、そう帽子だ。見つかってしまった。仕方あるまい、これはプレゼントだ。貴様のために用意した。開けてみる。いや、スパゲッティか。もちろんスパゲッティだと思っただろう。違うのか。そうだ、しかし貴様は大きな思い違いをしている。これはただのスパゲッティではない。職人が丹精を込めて木の樽でじっくり熟成させた後、マスターシェフのパピルス様が料理したもの。人間よ、これでとどめだ。これ以上続けても無意味だ。食べる、食べない、食べてみる。少し食べた。思わず顔をしかめてしまった。何とも言えない味がする。なんと情熱的な表現、あ、表情か。俺様の手料理がよほど気に入ったんだな。ってことは俺様のことも気に入ったということだな。俺様よりも俺様のことを好きになっちゃったかもってことだな。うぐー、うわーのー。フレンドシップがめっちゃ伸びてる。人間よ、これではっきりした。貴様は俺に、俺様に首ったけだ。貴様の言うこと、貴様のやること、みんなみんな俺様を喜ばせるため。人間、俺様も貴様を幸せにしたい。なんかちょっと怖いな。だから今俺様の気持ちを告白しよう。ついに伝える時が来た。なんか気持ち悪い。この偉大なるパピルス様は、貴様の気持ちは嬉しいがちょっと落ち着かないか。貴様はとってもいいやつだ。友達でいられて嬉しい。でも貴様はまだまだ伸びる子だよ。俺様のためにじゃなくて自分のためにもっと頑張るべきだ。そうだ、いいこと考えた。俺様のボス、アンダインと友達になればいい。もっといろんな人と仲良くした方が貴様のためになると思う。よし、貴様とアンダインを友達にしよう。あれ、誰になんか見つかっちゃいけないって言ってなかったっけ。なんか殺されるみたいなこと言ってたよね。あ、そうだ、今度から俺様に連絡したいときはこの番号に出ましたね。あ、電話。俺様もう行くね。携帯電話持ってんのか。なかなかに長いイベントだったけど、さっきへ進みますか、もう。あー、ちょっと待って、ヒットポイント、ヒットポイント7しかない。ワープ装置で店の方まで行こう。おー、便利だ。まずは寝るか。121円。あ、でもこれって金返してくれるのかな。いや、さっきは多分あれだな、ヒットポイントが全開だったからタダにしてくれたんだ。おはようございます。その人だとぐっすり眠れた。おお、ただで泊まれるね、いいね。とりあえず売る。質屋じゃないよ。あんたの地元じゃどうなのか知らないけどね、棒切れだの使用済みの包帯だのをいちいち買い取ってたらうちは商売買ったりは。全くだ、全くその通りです。申し訳ありません、そんなものを売ろうとして。とりあえず、あ、バビコは2回使えるからちょっとはなんだね。アイテムは8個しか持ってない。シナモンキーは結構いいね。バビコ1個使っちゃったかな。シナモンキーもう1個持っとこう。結構ヒットポイントが減るからね。出よう。あれ、これ見逃したりするとさ、金はくれるんだっけ。とりあえずじゃあここでセーブしてと。というところでスケルトン関係のイベントが終わったのかな。で、次はじゃあ右の方に進んでいきたいと思いますので、今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、
ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。